失った気を握りしめて、すみ
しないで約束じゃん。冗談だらけでもなししてよ。わかんないはずにしとってバカでしょ。地下鉄の階段だ。いきなりであれなんですけど、はい、なんかね最初の曲の途中まであんまり音が出てなかったみたいな、はい、えマジで、うん、だから、うん、最後にもう一回やろあそうだねアンコール代わりにちょっとあらまあ、あ失礼いたしました皆さん聞いててくださった皆さんすいません。1曲目に歌ったのはグレンゲで2曲目愛の才能歌いました。まあそういうのがないとさ、うん、本当に生でやってるのかもしかして収録なのかわかんないからよかったですね。そうだね、本物なんだねってことが分かった、ね、はい、はい、今日は2月16日火曜日ということで皆さんお仕事後の方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、待っててくださった皆さんどうもありがとうございます。工藤由香です。最後まで楽しんでってください。
そして今日はツッチーの企画ですよね。はい、ありがとうございます。こんな機会をいただけて。どう、いいでしょう。めちゃめちゃ素晴らしい。もう入った瞬間に、あ、昨日もね、マサジェさんのやつ見てたんですけど、いやすごい。だから、はい、俺もアーカイブ見たんだけど、うん、昨日もすごい良くて。よかった、うん、見てくれた？見ました、うん、今日 もう最高ですよ。もう始まりからもう音が出ないっていう最高ね。すごい、いじるじゃんそこお友達なんでね。そうね、そうね、皆さんも。いやー、ありがとうございます。こんな素敵なメンバーと、こちらこそありがとうございます。いただいて、そしてゲームレスタジオ、ここ南区の奥にありますゲームレスタジオのラウンジから、演奏しております。私も CD、赤青黄色の CD を作った時はここでレコーディングをしたんですけど、いやこっちで演奏するの初めてですよね。いつもはちゃんとレコーディングね、立派なスタジオがあるんで、隣にね。そうなんです。ここではいつも美味しいご飯を食べさせていただく、ところで、有名なんですよ、ここのご飯はうまいって。いや本当に美味しいですよね。一般にはね、開放してないから。あ、そうなんだ。ミュージシャン特権なんですよ。じゃあレコーディングしないと食べれないんです。そう、皆さんぜひレコーディングしにそう、なんかでも会議とかそういうのでも泊まれるから、そういう人は食べれるかもね。じゃあ会議もしに来てください。はい、ありがとうございます。じゃあ、そう、今日は1月31日に、私キューブガーデンでワンマンライブをしました。15周年記念ライブということで、見に来てくださった皆さんありがとうございます。今日その後見たのが今日が2回目だっていう人もいると思うんですけれども、ちょっと私 CM の歌を歌っているんですよ。北海道に住んでる皆さんだったらきっと聞いたことがある CM なんですけれども、ちょっとやってもいいですか？すいません、お願いします。今日はフレッシュなしバージョンなんで、ダッチャからでお願いします。サービスしてくださってどうもありがとうございます。はい、生鮮市場の CM を歌っております。ぜひ生鮮市場行った時とか、近く通った時とか、テレビで見た時とか思い出していただけたら嬉しいです。早速次の曲に行きたいと思うんですけれども、次の曲は、3曲続けて聴いていただこうかなと思います。今日2月16日で、2日前がバレンタインだったんですけれども、今日は演奏の方だ、男性ばっかりだったんでね、きっとみんなたくさんバレンタインチョコをもらって、あ、私すみません、私持ってきてないすみません、あら、こういうとこですよね。じゃあ次の歌を皆さんにお届けしようと思うんですけれども、次の3曲は、恋とか愛とかそういうのに関係した曲を赤青黄色の、CD から1曲ずつ持ってきました。1曲目が偽りラバー、そして2曲目が You and Me、 これが青いアルバムに入ってます。です、最後ときめいてスター、黄色いアルバムに入っております。3曲続けて聴いてください。自分だけで信じられるのも自分
少し暗い強引なとこ男らしく見せてみてよ燃えるような恋をしようよそっちが来て南からダビンペイさらに肩ビューフィンで二人距離縮めて本当は今何を持ってるのブレて確かめたい
ございます。偽りラバー、そして You and Me、 ときめいてスタート、3曲続けて聴いていただきました。ここで今日サポートしてくださってる、素敵なメンバーを紹介したいと思います。じゃあこちらから、ギター高橋真嗣、そしてサックス JK マサト、ベースジョニー、ごめんなさい、よ、あの森田ジョニー高弘さんどこだろうね、どこから来てるかな、ジョニーさん、どのカメラ、これこれですそしてキーボード中村純喜そしてドラム細川直樹直樹さん専用のいい顔見せてくれるそしてパーカッションバンマスツッチー、イエイエイ、あ、それあれな、あれなの、ツッチーのカメラ、そっか、はい、企画してくれたツッチーです、よろしくお願いします。そう、あのさっきも話したんですけど、1月31日に、そのバンドワンマンやって、もうその時すごい久しぶりにあのバンドでちゃんとこうドラムの方ベースの方が入ってっていうバンドのライブをすごい久しぶりにして、もうなんかものすごい気持ちよく歌わせていただきまして、あのなんかワンマン終わった後って大体いつも楽しかったんだけど寂しいなみたいな気持ちも生まれるんですよ、いつも。なんだけど今回はこの今日があったから、なんか寂しいが今日になりました。今日寂しい、この後終わるの。店ももうどこも開いてないしなね、うん、うん、なんかあの1月やったしょ、で2月も今日やったしょ、うん、もう3月もやりたいし4月もやりたいし5月もやりたいです。いや誘ってくれたらね、皆さんやってやりますよねやりましょうよ、ぜひ。ね、うん、やりたいです、本当に。なんかものすごい楽しく、うん、楽しいです。この間もね楽しかったですよね。超楽しかった、めっちゃ楽しかったいつも楽しいあのなんかこうコロナのことがあってライブ来てくれるのかなみんなみたいな気持ちで、1月そのキューブガーデンでやった時もすごい不安だったんですけど、結局こう蓋を開けてみたら本当にたくさんのお客様があの来てくださって、多分いろんなね葛藤がありながらも来てくれた方がたくさんいらっしゃったと思います。あのそのコロナがあってなんかいろいろこう考えなきゃいけないこと、選択肢が増えたりとか、うんと、もちろんもう辛い思いしてる方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、全部含めてみんな好きですっていうの気持ちを込めて、次の曲大丈夫っていう曲を歌いたいと思います。 いいですか歌ってもあれあのぜひ歌ってください。いいですか、はい、なんか今日冷たくないですか、みんな大丈夫ですか。あ、こうなんか初めてイヤモニしてるんです、私今日。どうです、あのみんなの声が聞こえないから不安。頑張れ。このマイクついてる人の声は聞こえるけど、うん、頑張って。はい、ありがとうございます。一人じゃないよそうだね、大丈夫だよね大丈夫大丈夫って曲を歌います、うん、聞いてください。理由があるから切なくて
がとうございます。工藤由香で大丈夫聞いていただきました。すごいたくさんコメントをくださってますね。ありがとうございます。よいしょ。おお、しんじさん今日もギター4本用意してるって見てくれてます。お客様が持ってきました。持ってきましただけをすいません、マイク言わせてすごいたくさん土、はい、土も見てますか。これ見てない。あ、見てない。うん、あ、そっか。すごいたくさん皆さんパチパチってしてくれてます。あ、応援チケット応援ペイ購入しましたって言ってくださってる方が、そう、今回ですね、この配信はもちろん無料で今皆さんに見ていただいてるんですけれども、ちょっと特典付きの応援ペイっていうのを用意していて、今回すごい特典がね、たくさんついていて、今日、これから今歌うんですけれども、迷い道っていう曲のジャズワルツバージョン、まあだから今回やるバージョンですよね。そうですね、うん、あとこの間ワンマンでやったバージョンね、うんうんうん、それのデモ。そうそう、デモ大したものじゃないですからそんなに期待しないで、ね、大したものじゃないよね、うん、大したもんじゃない、大したもんじゃない、はい、まあそういうのも聞けたらた、なんか特典としてありかなっていうね、うん、嬉しい、まあ、聞いて、うん、まあファンの人だったらね、うん、喜んでもらえると思いますけどかなって、はいはい、思って用意しました。でそれが1曲ついてるのが2,000円、はい、で、あと夢追い人っていう曲と迷い道2曲入ってるのが3,000円で、こう、まあ、そう金額によって、はいはいはい、そのね夢追い人もすごい全然違うアレンジの、そうそうそう、まあデモなんですけど大したもんじゃないんですけど、なんかすごい全然違う感じになってます。そうそうそう、うん、この間ワンマンでやった時の感じに近い感じだよね、いつもやってるのに比べたら。そうかな、そうかな、どっちかっていうとね。でもなんかこう、うん、ストリングスとかさ、うん、そのブラスとかなんかこうオーケストラっぽい感じのアレンジになってて、だからこの間僕リハの時に皆さんに参考音源として間違ってそっちを送ったから、うんうん、えってピアノのケンさんなんかは、うん、えこれオーケストラでやるのみたいなあ、ごめんね、違いますっていう。そうだった、うん、な感じです。はい、そういう。あと、はい、昔作った没曲とかもね、そうそう、曲あったんで、そうなんです。そう、土と一緒に作り始めるようになったその赤のガーネットとか青黄色の CD はその4曲入れるためにもう倍のね曲数を土が書いてくれて、そうなんか選んでもらおうと思ってプロデューサーの、ね、柿崎さん、そう柿崎さん社長と、うん、これがいいかなあれがいいかなっていうので、だから。いっぱいあるんですよ、そういうの。そうそう、まあ、それもデモなんでそれも本当デモ、大したもんじゃないんですよ本当に。そうなんです、うん、だからそんなすごい期待値高いものじゃないけど、でもまあ聞けないはずだったものが聞けるかもね、うんうん、みたいな感じで、はい、いいなって思ってくれた方はご購入いただけると、まあ、それを買うっていうことじゃないんですけどね、なんか、まあ それを買うっていうとすごい高いことお礼に差し上げるというような感じでそうです、はい、そんな感じです。すごい今ね60人見てくれてますよ、すありがとうございます。よし、次の曲いこうかな。じゃあその、応援ペイのやつに入っている迷い道、そして、焼きすぎて歯に2曲聴いてください。
砂糖と甘いミルクティー。10月の退屈な午後、平凡で虚しくて、先週は何してたっけな。
迷い道行き過ぎてハニー聞いていただきました。今日はジャイケさんと一緒に演奏するのは2018年のシトリン発売した時の、うん、なんだレコ発ワンマンライブ以来となっております。素敵なサックスをありがとうございますでマイクがないから皆さんに声届いてるかあれなんですけど、代わりにツッチーがなんか喋ってくれればなんですいやどういうことやっぱりジャイケさんいるといいですね。いや本当に大人な感じになります。うん、でもあれなんだよね、お願いするのが難しくて、結構管楽器の人とかバイオリンの人とかって、うん、やっぱ音符でほらあったらすごい上手にそのまま弾いてくれるんだけど、うん、でもジャイケさんはね、うん、適当な譜面渡したら適当になんかうまいことやってくれるのがありがたい本当にいつもすいません。いつもありがとうございます素敵な演奏をね。緊張してるの？私が？そうなんですよ緊張しますよね。もう緊張してるうちに終わっちゃうの？いや本当に本当だよ。あれはいつやります？その1曲目の。あ、先にやります？いやどうしましょう。どこら辺？1曲まるまるほぼ、うん、まるまるやろうよ。どうせ2曲目は大丈夫だったのかな。大丈夫だよね。大丈夫だって。1曲目だけ。1曲目グレンゲね。じゃあちょっと待って、うん、どうしよう。次の曲かその次の曲の前かどっちがいいと思いますか。これやってからグレンゲやろうかしら。そうですね、うん、じゃあ先に私のオリジナル曲から、シトリンという黄色いミニアルバムに入っております、黄昏てセピアという曲を歌いたいなと思います。私が両親に向けて書いた曲となっております。皆さんもご家族思い出しながら聴いていただけたら嬉しいです。聴いてください。黄昏てセピア。暖かくて落ち着く場所、どんな時も大きな愛に守られてた。離れてきつく分かってたつもりでも近すぎると忘れちゃうね。優しさ冷たくして傷つけたこと今になって思い出す。恋に負けて泣いてた時に
グレンゲを歌ったんですけれども、始まった時にちょっと音が入っていなかったということで、急遽今これからもう一回リプレイしたいと思います。しんちゃんはこの曲のためだけにこの黒いギターを持ってきてるからね。やばいですね。使えてよかったですね。二回戦。すごい音したね。ありがとうございます。皆さんの準備は大丈夫ですか？僕を連れて
したって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くでもやっててすごい楽しいです。はあ、よし、次の曲で最後となります。アンコールは今のやつでした。アンコールは今日はないんですけど、わがままトラベラー最後は、みんなでこうサビで手を振って画面の向こうでお一人の方もいらっしゃると思いますが、みんなで手を振って楽しくお別れしたいなと思います。何かありますか？大丈夫です。大丈夫ですか？何かこちらも大丈夫ですこちらも大丈夫ありがとうございます大丈夫ですか？はい、あ、ちょっと最後にもう一回今日弾いてくれたスペシャルなメンバーを紹介したいと思いますが、よろしいでしょうか？ギター高橋真嗣、サックスジャイケマサト、ベース森田ジョニー高弘、そしてキーボード中村純喜はい、ドラム細川直樹、そしてバンマスパーカッションツッチでした。今日は皆さんどうもありがとうございました。明日からもまたお仕事頑張りましょう。わがままトラベラー。
ちー